2016年のスーパーカップは2016年2月20日に日産スタジアムで行われた23回目のスーパーカップである。富士ゼロックスの特別協賛により富士ジ,ジロックススーパーカップ2016の名称で開催された前年のチャンピオンシップ決勝と同じ顔合わせとなった。スケジュールの関係上前年大会より1週間早い試合となり、 かつあいにくの雨模様となったが、日産スタジアムには、首都圏のチームが出場しないにもかかわらず3万を超える監修が詰めかけた。前回対戦からわずか2ヶ月での両チームの再戦にオープンな展開となりがちな FXSC としては珍しく、お互いの新戦力を探るような慎重な立ち上がりとなる。広島はポゼッションで、G 大阪を上回るもののフィニッシュには至らず、 前半のシュート数は、広島2本 G 大阪1本と、ジャブの応酬のみで、ハーフタイムを迎えた。後半に入り6分、広島は、右サイドで、MF、青山俊博から DF、塩谷司に、パス、塩谷の縦方向のクロスに、FW、佐藤久人が、左足かかとで押し込み、広島が先制する。さらに、後半12分、広島 MF、 柏吉文の左からのクロスを G 大阪 DF、庭大輝がブロック。庭は顔面ブロックで防いだようにも見えたが、これをこの日の主審である飯田純平が庭の左腕に当たったと判断し PK の判定。これを佐藤に代わって出場した FW 浅野拓馬が決めてリードを2点に広げる。これに対し G 大阪も23分にはカウンターから、 右サイドを駆け上がった DF 安倍博之が折り返し、FW 宇佐美隆史がダイビングヘッドで1点を返す。しかしその直後、広島は MF 柴崎甲信へに変えて、新戦力の FW ピーター・宇多カを投入。するとその4分後、コーナーキックからの相手のクリアボールを宇多カが右足ダイレクトで決める。対談した。 FW ドーグラスの代役としても期待される、豊かのゴールで再び広島が突き放す。その後 GU 大阪も反撃を試みるが、得点に至らず、広島が2年ぶり4度目の優勝を果たした。新戦力のチームへの融合度合いが試合の明暗を分ける結果となった。サンフレッチェ広島 V ガンバ大阪、ありがとうございます。